小池知事がご到着されました。小池知事にご到着いただきました。大変公務ご多忙の中、また大変体調も復調されていない中でも公務を終えてからわざわざ駆けつけていただいた、体調いかがですか小池知事ありがとうございます。本当にありがとうございます。皆様こんにちは。私、東京都議会議員候補平慶翔でございます。ただいま小池知事到着をされました。満身創痍、大変な激務でお勤めになられ、体調を崩された中静養に入られ、そして復活をされた。そしてすぐに私ども都民ファーストの会の仲間のもとへお越しくださいました。私平慶翔、樋口区長とともにこの千代田区、そして小池知事とともに千代田区から東京を前進させていく、コロナに打ち勝ち東京の新時代を作る私平慶翔に皆様託していただきたい。樋口区長、小池知事とヘリを取り寄って連携を取れる候補は唯一平慶翔であります。現職都議会議員として4年間都政で務めてきた。だからこそ東京都と直接折衝ができ、東京都としっかり対話ができる私平慶翔に皆さんのご支援の輪をお広げいただきたいと思います。知事にも要望が出せる、そして樋口区長にも要望が出せる、私は平慶翔、この千代田区から真の政治、しがらみのない、利権のない、真のまっすぐな政治を築いていくことを今この場にいらっしゃる多くの皆様にお誓い申し上げます。平慶翔、ありがとうございます。ありがとうございます。33歳、2人の子を持つ父親として次世代につながる責任のある政治をしっかりと行っていく、この千代田区平慶翔、大変厳しい選挙であります。どうか皆様の一票を託していただくとともに、お一人お二人と平慶翔支援の輪をお広げいただくことをお願いを申し上げまして、私平慶翔の訴えをさせていただきます。ご清聴ありがとうございました。ありがとうございました。多くの皆様にご参集をいただき、温かいお力をいただきありがとうございます。ただいま小池百合子東京都知事とともに力強く最後のお願いをさせていただいております。ただいま皆様のもとに直接お願いを続けてまいります。遠くでご覧をいただいている皆様、小池知事、このお姿見えますでしょうか。平慶翔、ただいま小池百合子東京都知事とともに皆様のもとに親しくお願いを続けております。どうぞ皆様ぜひ写真を撮っていただいて、そして多くの皆様にお広げください。都民ファーストの会推薦、平慶翔、私そのパフォーマンスで危険政治と戦ってまいります。小池国連を支える平慶翔、ただいま小池百合子東京都知事を迎えまして最後のお訴えをさせていただきました。硬直してしまった政治の流れを変えるために、小池都政をしっかり支えられる唯一の候補者でございます。平慶翔、小池都知事の応援をいただきました。この車の後ろ、都民ファーストの会、この車の中、小池百合子東京都知事でございます。この病状が、そして皆様心労が、皆様にお支えをいただきまして復活をさせていただいた小池百合子東京都知事を迎えまして、平慶翔、最後のお願いをさせていただきました。ありがとうございます。どうぞ皆様
皆様の選択の力を発揮していただきたいと存じます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。こちらは都民ファーストの会、本日は体調を戻された小池知事が千代田区に入り、平慶章に激励をいただいております。ありがとうございます。皆さんありがとうございます。